おナガグモは、非常に細長い腹部を持つ雲である。雲を食う雲としても知られる。おナガグモアリアアムネスシリンドローガスターサイモンは、ヒメグモかおナガグモ族の雲で、丸っこく膨らんだ腹部に細長い足、というのが普通のヒメグモかの中で、一見かけ離れた姿の雲である。腹部は後方へ細長く伸び、ほとんど一本の棒のようになっているが、これは、 槍雲などのような腹部後方背面の突出部が極端に伸びたことによる。修正も変わっている。網出しい網は張らず、枝先の間に数本の糸を引いただけ、というものである。これが多種の雲をもっぱら襲っていることが知られるようになったのは20世紀末のことである。腹部を曲げた状態とにかく細長い雲である。体長は、メスで30ミリメートル近いものもあり、 これは、鬼雲や小金雲に近く、長さだけなら、日本では大型の部類に入る。ただし幅は狭いので、そういう印象はない。体色には2型があり、緑色のものと褐色のものがあるが、どちらの場合も全身がほぼ同じ色で、反紋は見られない。オスは、体長 25mm までと一回り小さいが、それ以外にはさほど違いが見られない。雲ではメスに比べて、 オスの腹部が小さい例が多いが、この雲の場合、もともと幅が狭いせいか、そのような印象はない。おながぐもおす正中東京部は幅に見合った、長さなので、小さく見える。形の上ではやや円筒型に近い。ふわしは、第一脚と第四脚が同じくらい長く、後者は腹部の後端近くに届く。腹部は東京部とほぼ同じ幅で、後ろに長く伸び、先端は、 次第に細まるこの腹部はくねるように変形させることができる。実は、この雲の場合、腹部の見かけ上の後端は本来の後端ではない。というのは、この雲は、腹部は普通の雲の腹部が前後に細長くなったものではないからである。普通の雲では、腹部覆面の前方に、諸肺と生殖甲が、後端には糸いボと肛門がある。しかしこの雲では、 糸イ,イボと肛門は、腹面の前方から、腹部の長さの1、6程度の、かなり前の方にある。この雲は、イソーロウグモや槍グモに近く、この類では、腹部は丸く膨らむが、その後方背面が後ろ斜め状に突出する。オナガグモの場合、これが極端に伸びてしまったと考えることができる。近縁な槍グモでは、腹部後端がやはり伸びるが、基部がやや膨らんでおり、 斜め上に伸びるため、印象はかなり異なる。同様な構造は、足長雲かの尖り足長雲や、小金雲かの木次郎引雲など、他に例がないわけでもないが、これほど極端なものはない。ちなみに名前は、お長雲である。長いのは腹部であるが、肛門より、後ろが長く伸びているから、ある意味では長いよと言える。なお、この尾は場,場合によっては、螺旋状にまで曲がるが、 例えばこれを枝に巻きつけるとか、積極的に利用する場面を見ることはなく、何の役に立つのか全く不明である。雲類で腹部をこのように変形させることができる例も他にあまりない。森林に見られる。林内や林園部、周辺の小立ちなどに見られることが多く、草原では見られない。その範囲ではごく普通に見られる種である。 小立の枝先の間に数本の糸を引いただけの網を張り、それに止まっているのが見かけられる。静止している時は、全二脚を前方にまっすぐ伸ばし、後ろ二脚を腹部に添え、腹部を後方にまっすぐに伸ばしており、この状態では全身がほぼ一直線の細い棒状である。刺激を受けると、ふわしを曲げて移動し始め、その際には腹部は背面側、 実際には下側にやや弓なりに曲げる形となることが多い。獲物とするのは多種の蜘蛛である。蜘蛛が糸を伝ってやってくると、格子で念玉のある糸を投げかけるようにして絡め取り、噛みついて殺すことが観察されている。成虫は5から8月に見られる。メスは簡単な不規則毛を貼り、乱納を作る。乱納は上下に細長いライン型で、上端からは細長い柄が伸びる。 孵化した幼虫は乱納から出た後、その網でしばらく集団を作る。これを惑いと言い、他の雲でも見られることであるが、この雲の場合、幼生の時から親と同じ姿で、静止時にはやはり体をまっすぐに伸ばすので、細い緑の針が多数網にかかっているように見え、一種の器官である。この雲は古くは上毛を張り、それにかかる昆虫を食べるとされた。 そのような簡単な網で虫が取れるのかという点については非常に粘着力が強いので大丈夫という説明がなされたこともある。しかし実際にはこれらの糸には粘着部がない。上毛で昆虫を捕まえるというのはどうやら招きモと混同されたらしい。実際、招きモは数本の糸を引いただけの網で昆虫を捕まえて生活している。 オナガグモが雲を食べていることが判明したのは1980年代のことである。雲類は一般に移動する際に、しおり糸と呼ばれる糸を引いて移動し、そのため普通は目につかないが、雲の多く暮らしている環境には、多くの雲の糸が残っている。そういった中で、雲が歩くときに、他の雲の引いた糸を伝って歩くこともよくあることで、オナガグモの行動はこのことに対応した適応と、 見られる。なお、雲を獲物とする習性のある雲は他にも少なくなく、例えば戦勝雲かのものはすべてそうであるし、日本では他に、山とか内雲、ケアシハイトリなど、複数の種が知られるが、それらは大抵網を張っている雲の網に侵入して捕獲するものであり、その意味でも、この雲の習性は独特である。また、オナガ雲の獲物は徘徊性のものが多いらしい。 深海によると、オナガグモの獲物になった虫の96%が、蜘蛛で11か24種に及ぶものが含まれていた。そのうち徘徊性のものが種数で、約半数、個体数では7割を占めた。なお、残り4%は小昆中であった。系統的には、禁煙なイソウロウグモ類が、他の蜘蛛の網に寄色し、片隅で、 網の主が気にしないような小さな虫を捕らえているというのが名前の由来であるが実際には網の主を食い殺す例が知られておりまたヤリグモは他のクモの網を渡り歩き餌を奪ったり網の主のクモを食ったりするのが知られているこのクモは静止時には細長い針状の形であり全くクモに見えないその形については松葉に擬態していると言われることがある これは確かにそう見えるが、空中に松葉の姿でいる必然性はないであろう。もちろん、松葉が雲の網にかかっていても不思議はないが、ただし、特に松林に多いわけではなく、松葉でなければならない必然性はない。しかし、とにかく雲に見えないのは確かで、その意味では、擬態は完全といって良いレベルである。面白い形の雲であるから、 観察会などで紹介する機会が多いが、近づいて指先で示しても一般の人間は気づかないことが多く、雲だと言ってもまず納得してくれない。実際に触れて動き出して初めて分かってもらえるのが常である。本州、四国、九州から南西諸島にまで分布する。国外では韓国、中国とフィリピンから知られている。オナガグモ族には日本には、 この種しかいない。分類学上は、イソーロウグモ族に入れられたこともある。これほど、細長い雲は他にいないから、区別に困るようなものはない。しかし招き雲は、同じような縄毛を張ること、体が棒状であること、静止時に細長い形でいることなど、似た点が多い。ただし腹部は普通に細長いだけでありふ足は、むしろ太めである。そのため、 お長雲が松葉に見えるのに対して、招き雲は枯れ枝に見える。ヤギ沼、P60 深海、P178。ありがとうございます。